はい、匠ソフトです。父、読後感をしてまいります。2019年11月号、特集、語らざれば憂いなきに似たり。今回は父、随想から読後感をし出します。94ページ、南無不動活力冥王と言うんでしょうか。村瀬大翼さんが寄稿された記事からです。この記事を読みまして、悟りの修行を通して見えた世界があったのかなというふうに感じました。そしてその悟りとは何か、いろんな悟りがきっとあったのかもしれません。しかし、一番感じるのは、自分の内なる可能性を信じてほしいという、そのような思いが伝わってきたと思います。やはりその悟りを得るまでにご苦労をされ、また、私たちが普通には通らない苦行といいますか、修行といいますか、そのような道を通られて、誰よりも自分を見つめる時間、機会を得られたんだと思います。その中で、自分を見つめた時に、自分の可能性もその中に見つけられたんじゃないかなというふうに思います。だからこそ他人に対して、あなたの可能性を決して見誤ってはいけないよと、あなたには可能性があるんだよ、信じて生きようよっていう、そういう気持ちになられるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、作者がね、そのように言ってたわけではないんですけども、そのように私は受け取りました。私たちね、人間って面白いもので、すごく、躁鬱の状態にあると思いませんか？いい時はものすごく自分を、自分ってすごい、天上天下、唯我独尊じゃないですけど、もう最高って思っちゃう。でも、なんか失敗したり、ね、すごい失意の時にある時は、もう自分って最低だって、もういても立ってもいられないって、ね、ひどい人だったらね、もう死んでしまいたいとかっていう人もいるぐらいですよ。つまりすごく触れ方が激しいわけです、自分に対してはね。いい時と悪い時って触れ方がものすごい激しい。それは病気じゃない人でも、普通の人でも、私でも、やはり触れ方は自分のことになると大きくなっちゃう。と思います。また、自分に近しいもの、例えば自分の子供だとか、家族ですね、夫婦だと、やっぱり心の揺れ方って激しくなりますよ。つまり、やっぱり自分のこと、自分側のことになると、冷静な判断を失いやすいっていうのが私たちの本当じゃないでしょうかね。なので、その私たちが自分を見失いやすいものであることを、私は常に認識しとかなければならないと思います。喜怒哀楽ありますよ。すぐに怒ったりすることもあるし、叫びたくなることもあります。そういう時の心情ってやっぱり大きく振れてるじゃないですか。冷静な時からすると、また嬉しい時、楽しい時からすると大きく違いますよね。その時に自分を冷静に見つめること、そして、自分が、そのような振られやすいものであることを知っていることは大事ではないかなと思います。だからこそ私たち、振り幅が大きいですからね。伸びしろが大きい、伸びしろが大きいゆえに、私たちはたくさんの可能性を秘めている、そういうふうに考えられるんじゃないかなと思います。はい、私自身はね、そのように考えてます。伸びしろは多ければ多い方が、楽しいですよ。ね、この先の人生も、もっともっといろんな伸びしろができて、いろんな可能性を見ることができて、いろんな世界が自分に広がってくる。それって素晴らしい人生じゃないかなっていうふうに思います。はい、そんなことを感じた次第です。はい、今回の父からは、ここまでにしたいと思います。それでは皆さん、また。